見てよペル君、この広大な海を。綺麗な海ですね。まさに夏にぴったりのロケーションですね。草にとっちゃあんまり良くないロケーションだがな。本当は海にドボンして泳ぎまくりたいんだけど、今日も草を刈るんでしょ。その通りです。もう不要でしかないやん。ですが今回は海のポケモンがメインとなりますね。草からボールを引き当てれば、海でポケモンゲットできますよ。待って、今回ロケーション海でしょ。前回、砂漠でグラードンだったから。絶対今回海王がじゃん。すごいですね主さん、その通りです。何のひねりもなかった。この海パン小僧がレベル100の海王がを所持しています。もちろん原始回帰可能ですよ。いやこの海パン野郎やばいな。この世の海を制した海パン野郎だな。その最強海パン野郎を草で倒そうって魂胆ですよ。まあ草だし水には相性いいから倒せるんじゃないかな。あ、そうですね。それじゃあ早速草刈りするぜ。前回は原始グラードンの技構成に救われ、フライボンだけで簡単に倒せることができたけど、今回ちゃんとトレーナーから海王が出すじゃん。技ちゃんとしてるからやばいよね。そうですね、今回は簡単には倒せなさそうですよ。前回主さん結構余裕そうに倒してましたからね。しまった、前回調子に乗りすぎたか。っていうかさ、もうさっきどこかに行っちゃったけど、ポリゴンまた出てきたよね。あっ、消えた。ポリゴン、解禁症ですね。草を刈ればとりあえずポリゴンが出てくる。早速アイテム増殖用にハイパーチェストゲット。さらに畳みかけるように神王神話の祭壇もゲット。おお、いいですね主さん。今回は出だし好調ですか。まあ、た神王神話の伝説のポケモン降臨させちゃうなこれ。お、ピンク色のラッキーブロック。ボールが集まってから使おう。割といい感じにアイテムが拾えてますね。学習装置にタイマーボール、序盤はなかなかの引きじゃないかな。そして相変わらずポリゴンが映る。ポリゴンを進化させれるアイテムもゲット。ただし通信交換が必要ですけどね。こんなところで誰と交換しろと。どうしたクルミル。お、スイ君が出てきた。今回は、周りに出てくる伝説のポケモンは、スイ君のようですね。このポケモンが海王が討伐のキーポケモンになるのかな。まずゲットしなきゃ話は始まらないんだよね。求愛としてラブラブボールを投げてみよう。見事に拒否されましたね。よしよしよし、順調に赤い鎖も当てていく。あとは混合、白玉、発金玉のどれかを引き当てるだけですね。それとマスターボールとパークボール。いやね、玉のどれかは出ると思うんだけど、パークボールかマスターボールがどうも低確率でねー。今までそれを当ててきたじゃないですか。主さんの運に期待してますよ。伝説の鳥ポケモンの祭壇は、サンダーとフリーザー用は出たね。必要なアイテムは、神王神話のポケモンよりも、伝説の鳥ポケモンの方が少なくていいんですけど、幾分めんどくさいですよね。その必要なアイテムが出たらまた詳しく説明しようか。それで、結構ボールが集まってきたから、誰かポケモンをゲットしようかな。さすがに草だけ買ってたら飽きたし。手持ちが木盛りだけじゃ心もとないですもんね。あとパークボール、絶対引き当てれるとは限らないからね。それで主さん、今回は海の中で活動するということで、水中呼吸と暗視のポーションを用意しました。おーすごい、気が利くなペル君よ。これで海の中もはっきり見えるぞ。さて、誰をゲットしようかな。手持ちが木盛りだけだし、弱らせたところをゲットするのはできないから、サファリゾーンみたいにバトルせずに投げてみよう。だいぶボールはこの海の中にいるポケモンには有効そうですね。だけどあんまり強力なポケモンは入らないだろうし、少なくともキモリよりかレベルが高いポケモンをゲットしたい。なんとなくゲットが簡単そうで、キモリよりもレベルが高いポケモンを発見。お、ゲットできた。新たにラブカスが仲間になりましたね。これで多少は弱らせてゲットできるポケモンの幅が広がったな。さらにクイックボールをゲット。これで確実にゲットできるポケモン、コイキングをゲットしよう。あれ、意外と弱いポケモンに目をつけましたね。いやね、結局コイキングをゲットして、ギャラドスに進化させるのが一番強いかなって思ってさ、って普通に原始海王がもわくのね。海の中であんな巨大ポケモンが泳いでたら普通に怖いわ。ちょっと待って、コイキング多すぎて全然狙いが絞れん。よし、このコイキングに決めた。よし、これで3体目の仲間。原始海王が討伐にはほど遠いけど。ぬっく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 。
早くも準備が整ってしまったぞペル君。もう白玉引き当てたんですか。本当早いですね。前回の砂漠の時は一切出なかったのにね。今回はすぐ揃っちゃったよ。でもパークボールが出ない。うっぱやばいの引き当てちゃったの、呪いのお札。なんか縁起悪いですね。ポケモンのアイテムなんだけど、なんか嫌な感じだよね。オッオーブが出てんじゃん。伝説の鳥ポケモンを降臨させるのに必要です。ちゃんといいアイテム引き当てれるじゃないですか。いや待ってペル君。私が現在引き当てた祭壇って、サンダーとフリーザーの祭壇なんよ。これファイヤーのやつー。そんなことあるんですか。まさかの少数派の方のオーブを引き当ててしまうとは。主さんやっぱり、呪いのお札の効果があるようですね。怖い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 。さーて、お楽しみのラッキーブロックタイム。中から出てくるポケモンは誰なのでしょうか。ランドロス。いやね、純伝説が出てきてくれるのは非常にありがたいんだけど、なんでかヨーガが目標の時に出てきた。あんた水に弱いやん。一瞬で水に流されて撃沈しそうですね。ウルトラボールを草からゲットしたので、この一つのボールに全てをかけて、ウルトラビーストをゲットします。それでウルトラスペースに入ったのはいいものの、孤島からのスタートだったので、大陸に行きたい主さんというわけですね。そういうことだ。さあ目の前に見える大陸に大きなジャンプを見せるぞ。主さんが飛ぶ、鳥のように。え、待ってこれ全然距離足りなかった。うわー。風林火山って言ってますね。お前のお母さんって言ってるね。いやそれはおかしいじゃないですか。エスパータイプが風林火山っていうのもおかしいよ。全タイプが言ってもおかしいですよ。え？ウルトラスペースの砂漠でフェローチェに遭遇。ウルトラボール一発でゲットできればかなり心強い仲間になりますが、果たして主さんどうでしょうか。ここで私の運が炸裂するぞ。呪いのお札が発動しなければいいですけど。怖いこと言うんじゃないよ。よーし、フェローチェゲット。呪いのお札は発動しなかったようですね。ねえ、これ本当におかしいと思わない？2連続で炎のオーブだよ。しかもファイヤーの祭壇出てないし、ファイヤー出したところで海王がに消化されるだけだし。主さん、いよいよ呪いの線が見えてきましたね。そして主さん、復活アイテムも引けてないんですか？そうなんだよ。ベッド模様もないから作れないし、ずっとキモリとコイキングが瀕死なんだよ。いやひたすら草刈ってたけど、全く復活アイテムも出なくなった。それで、ボールが出る回数も極端に減った。え、マジであのお札の呪い？